アステラス製薬が早期退職を実施四450人程度を想定、アステラス製薬は3日、早期退職優遇制度を導入することを決めたと発表しましたと、想定人数は450人程度で、退職者の対象者の退職日は2021年12月末と。 対象には国内グループ会社であるアステラス、えー、ホーマーテックとアステラスグリーンサプライも含まれると、えー、2022年3月期連結業務業績への影響は、えー、応募状況を精査した上で公表しているということですね、えー、コロナ以前から高、ねあのー、業績と、ね、言われる会社でも リストラ、人削減に着手する企業が次々と現れていたんですね、その代表格が今回の,あのアステラス製薬のような製薬会社、または金融機関で、あとは大手電機メーカーなどですね、で製薬会社はね今、正念場だと、年収が高い営業さん、MR さんですね。 これが、えー、医,薬医薬情報担当者とかもね、えー、呼ばれるんですけども、えー、そのねプロモーションガイドラインね2019年からこのプロモーションガイドラインの運用が、えー、スタートして MR 独特のプロモーション、まあ、接待営業等などですねに、えーまあ、規制がかかっていたんですねなので、えー、ちょっとね。 より営業ししづらい環境になったしまっまたプラス、えー、今回のコロナがあって、えー、営業がしづらいとで今回のリストラはそれもあるんじゃないかということなんですが、えー、残った、ね、社員のモチベーションが、ね、維持できればいいんですけどねというところで、まあ、最初から、ねえー、退職前提で働く社夫であれば えー、退職金がもらえて嬉しいと思うんですけども今回の、ね、早期退職ねすごい難しい判断になるのかなと思っています、えー、コロナ禍の、えー、仕事がやりづらくなって退職を考えている方、えー、かなり多いと思うんですけども、えー、MR さんもねかなりいると思うんですけどもやっぱりねその規制がかかったりだとかそのコロナもあり、えー、薬を打っていったのが厳しくなり えー、その自分の働いている会社だけが業績だったり規制がかかってしまってやりづらくなってしまうならまだしも、えー、早期退職でねがっつりもらって、えー、次に、えー、そこそこの会社に転職できればと思うんですけどもコロナ全体が全コ,ロナ全コロナで世の中全体が、えー、落ち込んでいる時にそこそこの会社がね に転職できるのかなっていう、ね、ニュースでしたということで、本日のニュース、えー、お会りし,します。ためになったと思った方、チャンネル登録、高評価お願いいたします。では次のニュースでお会いしましょう。それでは、さよなら。